民共和国。はい、どうもこんにちは、なるみんこと椎名なるみです。私は毎週金曜日10時半にスノーライブにてなるみんのお悩み相談枠という配信をやってるんですけども、サブアカの DM に来た相談をリアルタイムで読んで返してるんですけど、文字だけだと内容がいまいち伝わりにくいなって思うことが結構あって、そんな時私はこう思いました。リスナーのみんなと電話でお悩み相談ができたらいいのにな。はい、というわけで今回は緊急企画、なるみんに電話でお悩み相談を解決してほしい方を募集します。今回はリスナーの皆さんの中から抽選で3名様のお悩み相談を私が電話で解決したいと思います。応募方法は1つ、こちらのプルルというアプリをダウンロードすること、そしてユーザー検索というところからカタカナで椎名なるみと検索すると私が出てきますので、椎名なるみに大体の内容メッセージで送っておいてください。その中から私が気になったお悩み相談を3名選んで、その選ばれた3名様の方に私から電話をかけてお悩み相談を聞いていきたいなと思います。募集期間はこの動画を出してから1週間後までとさせていただきます。その後当選した方には私から当選しましたよっていうメッセージをプルルの方で送りたいと思います。ちなみにこのプルルっていうアプリでは私はキャスト枠で入ってるんですけど、キャスト募集っていうのもしてるので、興味がある方はぜひぜひそちらも応募してみてください。今回新規ダウンロードした方のみ限定で初回1000ポイント分無料でついてくるので、ぜひぜひダウンロードしてみてください。ガチめなカウンセラーさんとか占い師さんとかも結構たくさんいてて、すごい参考になったりとか、まあ、あとはねこちらのアプリ Android、iOS 両方対応していますので、ぜひぜひ皆さんたくさんの応募お待ちしております。いやね、リスナーのみんなとねなんか直接電話できる機会っていうのがなかなかないじゃないですか。めちゃくちゃ楽しみにしております。私に解決してほしいお悩み相談やなるみと電話してみたいなみたいな人とかも全然 OK です。詳しくは概要欄に貼っておきますので、そこからダウンロードしてみてください。お悩み相談待ってます。たくさん送ってねー。